お元気ですか、ボクシミです。今日はグリーンカレーを食べていきたいと思います。それではね、皿によそって食べていきたいと思います。はい、食べていきたいと思います。で、今回はね、あのグリーンカレーなんで、あのサラサラなカレーなんですよね。あの要するにあのスープカレーな感じでございますので、今回はご覧の通り皿と、ご飯とルーを別々にしてみました。今までのはね、あのドロドロのね、感じでございましたけどね。それではね、早速食べていきたいと思います。スープカレーですね、これね、こうつけてね、こう感じでしょうか ね。じゃあ早速食べていきたいと思います。うん、若干ね、ピリリときますけどね、うん、私はね、別にあの辛いものは平気なんでね、食べれるんですけどね。じゃあもう一つ食べてみますね。こうつけてですね、はい、うん、でこういう感じね、うんうん、今回はね、これあのジャポニカ米ですけどね、これインディカ米だったらよりね、美味しいかもしれません、うん、なかなかね、あのインディカ米なかなかね、手にまあ、ネットだったらね購入できるかもしれませんし、まあ、あるところもねあるかもしれませんけどね、もしねあのインディカ米ね、ある方はね、ぜひねお試してください。なおですね、あのジャポニカ米とインディカ米の炊き方っていうのは異なりますのでね、多分ね、炊いてる方はね、多分分かってるとは思いますけどね。私もね、一回だけやったことあるんですけどね。うん、ジャポニカ米だったらね、蓋をね、開けたらダメって言いますけどね、インディカ米の方はね、焦げちゃうからね、何度もね、こうやって蓋を開けるんですよね。っていうのをね、なんかね、教えてもらったことがね、ありますけどね。ってな感じでございます。少しね、ピリリときた感じでございます。過去にね、グリーンカレーとレッドカレーの缶詰もね、だいぶ前にね、揚げてると思いますけどね、もしね、機会あればそちらもね、動画でやってみようかなと思っております、ね。もしやりましたらそちらもぜひね、ご覧ください。で、またね、こういったお金がありましたら、またこういった、レトルトカレーや、カップラーメン、カップ焼きそばもね、揚げていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。